何気ない会話の中で、いやこれについてよく分かってないんだよなだとか、もっとこれが取れるようになればなみたいな感じの、そういったような願望だったり悩みだったりっていうのが出てくるんですよ。でそれを例えばある農家さんから聞いておいて、はたまた別の農家さんのところに行って、いやなんかそういう話聞いたんですけどって言ったら、いやうちもそうなんだよねとかっていうような話になった時に、結構点と点がこうつながってくるような感覚っていうのがあるんですよね。でそれがいやこれもしかして個人の人からのこう、悩みだったかもしれないけど、結構その地域の中で結構重要な位置を占めてる問題だったり課題なんじゃないかなっていうことで、自分が進むべき方向っていうのを見誤らないようにっていう意味合いとしても、やっぱり農家さんとの関わりっていうのは会話っていうのをもうしっかりできるようにっていうのは日々心がけていることです。私今年で4年目になるんですけれども、この普及事業のこの北海道の中では、入ったいわゆる新人に対してはトレーナー制度っていうものがあって、1年から3年までトレーナーが一緒になって普及活動をしていくんですけれども、その時に何もわからない新人なので、トレーナーの人とニコイチになって一緒になって現場に行ったりだとか、農家さんと会話したりだとかっていうのをもう常に一緒に回ることによって、そのトレーナーの人を介して、普及員ってこういうことをやるんだなだとか、こういうことをやっていったらいいんだなっていうのをこう身につけるため の学習するための期間として3年間置かれてるんですよね。私は偶然というか運がよくって、とってもいいトレーナーに巡り合って、ただ新人ながらにジレンマというか感じていた部分っていうのもあって、っていうのも最初のうちはいいんです。どういうふうに仕事を進めていくのかっていうのを本当にもう必死になってメモ取りながら話見て聞いてっていうことをやるんですけど、結構後半の方になってくると、なんとなくこう自分も喋りたいなとかっていうような気持ちになってくるんですよね。でだけれどもやっぱり一緒に回ってやってる以上、その農家さんと農家さんが誰と話したいかっていうことを考えた時に、やっぱり新人よりかはベテランの方に話を聞きたいし、悩んでることも聞いてほしいし、どういうことをやったらいいのかっていう答えも聞きたいしっていう風になるんですよね。でその時に新人の立場だと、せっかく一緒に行動して、自分も農家さんの話を聞いているのに、なかなかその話の中に入っていけないなっていうようなジレンマっていうのは最初の3年の後半の時くらいはあったかなっていうような、そういった印象ですね。やっぱり一人になって、じゃあはいどうぞやってくださいっていう風になった時に、やっぱり不安でした。でその時に一人になったけれども、良かったかなっていう風な思った出来事としては、野菜を担当してるとやっぱりたくさん病気だったりだとか、あと変な虫でだったりだとか、そういうのがたくさんつくんですけれども、意外とある作物を何年にもわたって作ってる農家さんでも、この虫なんだろうねっていうようなことってままあるんですよね。でその時に私にちょっと連絡があって、で私行った時にその虫がたまたま別の現場で見てたっていうこともあって分かって、これはこういうことですよって、こういう虫ですよっていうふうなことを伝えたら、そうなんだって、それはすごい勉強になった、ありがとうって言って、じゃあ教えてくれた農薬使ってちょっとやってみるわっていう風にやって、実際にやってくれて、そしたら、いや虫いなくなったよと、もう太田君のおかげでその作物の生産性が上がったし、こう腐れ
るだとか、そういったようなことも少なくなったって、いや本当にありがとうっていうふうに言われた時には、あいや嬉しいなっていうふうに思いました。まあ、新人上がりくらいに対しては、まあ、なかなか本当に分かってるっていうようなところが、まあ、ないと言ったらやっぱ嘘になってしまうんですよね。自分の話に農家さんがこう食いついて来てもらえるような、そういう情報だとか新しい技術だとか、そういったようなのを持っているのといないとでは、農家さんに対しての、まあ、話し方、まあ、話す方もそうですし、実際にそれどういうことなのっていうふうに農家さんから の, そのレスポンスっていうのもやっぱり違うものがあるので、そういう情報だとか自己計算っていう意味でのそういう技術の向上っていうのは図っていかないと、まあ、皆さんそう されてるとは思うんですけれども、やっぱり大変な職業なのかなっていうふうには思います。私自身やっぱり普及員として一番やりがいもあるし大変だなっていうふうに思うのは、農家さんを動かすってことなんです。総合的に勘案した上で、じゃあこの技術どうですかだとか、これやったらどうですかっていうのを考えなきゃいけないんですけれども、単純に物が取れるからだとかそういうことだけで、まあゴリ押しっていうかあれなんですけれども、そういうことをやってるだけじゃやっぱり農家さんって動かないというか動けないんですよね。でだけれどもやっぱり所得向上だとか、もっと生産性を上げてほしい地域のためにっていうことを考えた時に、働き始めて数年だとこういうふうにすればいいんだろうなっていう、その具体的なところまでなかなか案が浮かばないことがあって、そういう時に相談すると、いやこういうふうにしたらいいんじゃないっていうようなアドバイスをくれたりだとか、いやそう言い回しの問題だと思うよだとか、そういうアドバイスをくれるっていうのが僕はすごい頼りにしているところですね。だからやっぱ一人一人がやっぱり一人でいいからちゃんと農家に1から10まで最後までお付き合いをして、まずこの人に あなたといろんなやり取りをしたことで今自分がこうやってこの分成功できたよっていう風なところから積み上げていってほしいですね。でやっぱり技術的なことを持つっていうのはある意味当たり前のことなんですよね。厳しいかもしれないですけど、それが30年もやってる人と1年目の人がすぐには一緒にならないです。だけど我々はプロが、もう免状をもらった、もしくは拝命した時点で最初はプロじゃないんだけど、でもプロなんですよね。そういう意識を持つことと、それを、まあ、ある意味モチベーションにもしてほしい。